針は先端の尖った道具。英語ではニードルあるいはピンであり、日本語でもそのままピンと呼ぶ針の歴史は古く、旧石器時代後期のマドレーヌ文化では骨格製の針が使用されていた。日本でも石器時代には骨格で作ったくくり針があり、石器時代末にはメドと呼ばれる穴をつけた有効の針も作られるようになった。時代とともに材質は 骨格性から金属性に変わり、黄金針のほか、聖堂時代の聖堂針、鉄器時代の鉄心、そして銅針へと進展した。さらに、高性の針が中国で生まれ、イスラム諸国からヨーロッパ、朝鮮半島から日本へ伝わったと言われている。ヨーロッパでは10世紀頃に針金が発明され、鉄片の単造ではなく針金の切断で大量生産されるようになった。 金属製の針はトライ人の裁縫技術者によって日本にトライした。古事記、ス神天皇の上に衣の欄に針を差し通したと記述がある。平安時代には市で針が売られており庶民はその針で衣服を構成したという。15世紀末には針金を作る専業の針鉄師という職人がいた。中世には針間と言われた職人が針と針を生産していたが、 近世には縫い針を生産する、縫い針種と、打針や指針を生産する針種に分化した。持ち運びしやすく安価に販売できることから、日本の中世において、針売りは、身体障害者や仮想民が手軽にできる職業とされ、被差別対象だった。豊臣秀吉も武士になる以前は針売りをしていた。何かに突き刺して、それを基板上に突き刺すことで、その位置を固定する。 突き出した先を平らにしたりして扱いやすくしたのが安全ピンである。ネクタイピンはネクタイとシャツを串刺しにしてネクタイを固定する。尖った先にはカバーをつける。安全ピンは針を折り曲げて先端をカバーに収納することで突き刺す危険をなくしている。絵画や掲示物を角で留める画鋲も該当する。裁縫に使う針裁縫に使う針、縫い針。細長い金属でできていて。 先端が尖っている。反対側の端には、針穴と呼ばれる、小さな穴が開いており、穴に糸を通して結びつけ、針で布などを突き通すことで開いた穴に糸を通すことができる。ミシン針の場合は先端に穴がある。古代の針は木や骨などで作られていた。裁縫用の針は、今から3から4万年前に、東シベリアで発明されたとされる。糸を通す。 穴のない針もあり、いわゆる待ち針であるが、これは縫い合わせる、布同士を一時的に止める場合などに使われる。また、布を通り抜けさせる必要がないから、安全のために後端に飾りがつけてある。針は細くて落とすと見失いやすく、また尖った先端が体を傷つけることが多い。使う際には針山に突き刺して、その位置を確保する。細くて曲がりにくいことから折れることもあり。 これはなお危険なのでその保存に注意する。折れた針を供養するのが針供養である。縫い物を専門に行うものを針子という。何かに物を注射、注入するために使われる細長い筒状の針。注射針。血液の検査の目的で採血を行うためや輸血、献血などに使用される針。傷口の縫合に使う針。縫合糸を参照。針を 体の軽血に刺して身体治療に使われるもの。針。治療に使う注射針治療に使う、針生物関連に実験道具の一つに柄付き針がある。解剖などの際に細かい部分を操作したり、広げて固定したりといった使い方がある。昆虫標本は針で止めるのを標準とし、専用の針も販売されている。ボディピアスに使われ、針を 人体の一部に通すことでソーシン具を固定する。同様に衣服に固定する。ソーシン具も存在する。入れ墨を掘る際に使われる。プロービングのための針。プローブ顕微鏡などで用いる。アナログ時計、方位磁石やメーター、測りなどの測定器において、行為や数値を差し示すために使われる。展示で事務処理などを行う上でよりどころとなる基本的な事項や、 方針のことを指針という。コンパスやリバイダが製図などに使われる。釣りに使う針、釣り針。鋭く尖ったものの意味でまた、小さく細くて見失いやすいことからチェスでは、敵のキングと自陣の駒の利き筋の間に敵の駒が置かれた状態にすることをピンという。こうするとその駒は動かせば自陣のキングに王手がかかるために動かせない。 これを針で刺して止めたのに見立てたものである。ありがとうございます。